お笑い芸人、小島よしおが21日に自身のツイッターで、YouTuber 化した芸人仲間の肌ヨークを心配した。ギター侍のネタで大ブレイクした肌は、再起を狙っているのか、昨年9月より腰つべに活発にネタ動画、こんなところにフェニックス、シリーズを投稿。だが、金ピカ衣装を着た肌がポーズを取るだけというネタはシュールすぎるのか、再生回数も数百程度と振るわない上に低評価ばかり。つまらない、と不名誉な方向でネット上で話題を呼んでしまっている。ダンディ坂野やスギちゃんといった一発や芸人が集まる一発や会に所属する小島は、そんな肌を心配。一発や会の飲み会の様子を写した写真をアップするとともに、肌さん、みんな待ってますよ一発やグループ LINE から大会しちゃってからみんな心配しています、と呼びかけた。芸人仲間、そして世間の心配を集める肌だが、本人としては話題になったことがまず嬉しいらしい。どうやら私心配されてるみたい。誰が世界一低評価の腰つべ屋だよ、ありがとうフェニックス。とブログで楽しげに綴っている。ありがとうございました。